はい、皆さんこんにちは、タカです。子供の頃やりたいことや欲しいものを口にすると母親から睨まれたり、金食い虫と言われたりして、気づけば何も欲しいと思わなくなった経験はありませんか？お金を使うたびに嫌な気持ちが湧いてきますよね。でも大丈夫です。お金の価値観は変えることができるんです。お金があるわけではないし、必要な時に何もないと感じることもあるかもしれませんね。でもお金は自己価値を高めるためにも存在します。お金の循環は支払うことと受け取ることのバランスです。お金は自分が価値を感じるものに使うものです。だからお金を使う時の判断基準が大切なんです。日々の買い物でも自分の気持ちを見つめ直してみてください。お母さんたちもお金についての教育を受けていなかったかもしれません。製品思想が美徳とされ、価値観が歪んでしまうこともありますね。でも今なら違う価値観を築くことができます。お金を支払うとき、何に少し高めの価値を感じるか、何が嫌だと感じるかを考えてみてください。お金を使うときに嫌な気持ちになることもありますが、お金を喜びを持って使うことが大切です。お金が喜ぶ使い方を考えることで、お金は友達を連れて帰ってくると聞いたことがあります。自分がどんな風にお金を使うと喜びと満足感を得られるか考えてみませんか？お金がないというイメージではなく、お金が常にある状態を想像してみてください。ないという考え方ではなく、ある状態に意識を向けることが新しい価値観を育てる大事なステップです。今からでもお金の価値観を変えることはできます。自分の未来をポジティブな方向へ導くために、ぜひチャレンジしてみてください。ここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。